ご視聴ありがとうございます。この動画はメジャーリーグチームのヤンキースが、ポストシーズンを勝ち抜きメジャーリーグチャンピオンを目指すゲームです。目指せー、チャンピオン。まずは、どこから始まるの？まずはポストシーズン1回戦から始めます。対戦相手はインディアンス、映画メジャーリーグで有名なチームです。ヤンキースの先発はエース、サバシア。それではプレイボール。プレイボール。ピッチャーはサバシア、1回の立ち上がりが大切だな。なんで？ピッチャーは立ち上がり今日の調子を見ながらピッチングをするから。1回は得点される確率が高いんだ。今日のサバシアの調子はハロー。まだわからないな。最初のバッターの投球次第かな。ましては、今日はポストシーズン、1回戦目、ヤンキースに流れを持ってくるためにも。頑張れサバシア。一番バッターを塁に出すと、得点の確率が上がるからな。何としても抑えたい。まずは初球が大切。ストライク先行で、ピッチャー有利なカウントに持って行く。サバシアの持ち球は、速球系のフォーシームスライダー。緩い球種はシンカー、カーブ、チェンジアップかな。まずは球種ごとの調子を見てみたい。見てみたい。何はハモってんだよ。なんとなく、スライダーを内角きつね。スライダー内角低めいけそうだなぁ。これからスライダーでストライクカウント稼げそうだぜ。うっしー。うっしー。内角高めにフォーシーム。ストライク。インコース高めにフォーシーム。インコースは強気に攻めないと抑えられないからな。強気ー。内角低めにシンカー。外角低めにシンカーに反応しなかったな。ふっふっ。だが外角低め遅いボール。その後内角に速い球でイグレバー。強気に内角高めにフォーシーム。ストライーク。バッターアウト。見送り三振。気持ちいい。見送り三振はピッチャーの醍醐味だな。最高。最高。この後、1回の表は三者凡退、0点に抑えることができた。幸先いいね。ボールにキレがあるし、サバシアいけそうー。ふねーふねー、ヤンキース。インディアンスのバッターは強打者ジオンビー。ジオンビー。何？ハモってんだよ。ジンビーは生涯実績、安打数2010本本塁打数440本の強打者だ。ほー。もうピークは過ぎているが油断は禁物。内角低めにシンカー。ストライーク。意外と内角低め変化球いけそう。メジャーの選手に内角は怖いよー。何をよ強気に攻めないと、メジャーでは生き残れない。強気にインコース低めにスライダー。ストライク。2球続けてインコースに変化球とは、強気ですねー。打者の好きなコースほど意外と脆いものだよ。ふふふふ。次の配球は、配球。給食じゃなんだよ。配球だろう。変化の間違っただけだよー。ツーストライクのーボール。外角低めにフォーシームで勝負。三振。ストライク、バッターアウトー。ボケてるうちに三振。内角に緩い球3つ最後に外角に速い球。理想的な配球だなぁ。サバシアの外角低めフォーシーム見た。見た。戦いを終わってねー対ねーまだまだ死闘は続く。インディアンスの攻撃は下位打線。しかし、油断は禁物。ここはビッシッと抑えよう。抑えよう。初球は外角高めにストレート。ファール。ストラインクカウント稼いでいこう。二球目も外角高めにストレート。ストライク。空振り、2球続けて外角高めのストレート。外角高めのストレートはコントロールが難しい。今日のサバシアはストレート走っているから、ストレートで押すぜよ。
ツーストライクノーボール、外角低めのチェンジアップ。空振り、ストライクバッターアウト。強気のストレートで攻めて、最後にチェンジアップで肩透かし、強力宇宙を制す。もう一度見てみよう。打者はストレートと思ってくる。と思ったがチェンジアップ。ズームマンガム。ワンアウトながらランナー二塁。先制点のチャンスと奪い、ノーストライク、ノーボール。インディアンスのピッチャーも好投、甘いボールを狙いたい。甘い真ん中のボール、レフト前にヒット。貴重な先制点いただき、インディアンスのピッチャーは低め中心に投げているから、なかなか打線が繋がらなかった。この得点は大きいな。サバシアも好調だし、これでゲームを有利に進められるでよ。もう一度見てみよう。ボールを引っ張らずにレフト方向へ流したのが良かったね。これで1対0ヤンキースリード。5回インディアンスの攻撃、4回にヤンキース2点選手。得点と取ってもらった後の投球は大事だね。ここで抑えられるかどうかで、ゲームの流れが変わるからな。サバシア頑張れー。インディアンスの先頭打者は、ジオンビー。ジオンビー、またまた出てきたねー。ボスサバー。初球、外角低めにフォーシーム。あーれー、ラストにいいとしてたよ。大丈夫かなー。大丈夫大丈夫、これでカウント稼いだぜよ。内角低めにシンカー。空振り、内角低めが真ん中に来たけど。大丈夫大丈夫、打者は速球狙いだったな。抜いたボールでカウント取れたぜよ。これで追い詰めた。追い詰めたー。ノーボールツーストライク、内角低めにチェンジアップ。バッター見逃し三振。見逃し三振は気持ちいいなー。4回終わってヒット1本のみ、順調な投球内容。投球数も抑え気味に来ているから、おしやー。完封も夢じゃない。気が早いな。ちなみにメジャーのピッチャーには投球数制限というものがある。投球制限、ピッチャーの負担軽減のためスターターは1ゲーム100球前後投げられない。インコース低めにストレート、ストライク。ということは、投球数増えると完封できない。そういうこと。だが完封したい。ノーボールアンストライク。どーれ、今日のサバシアはいかが。サバじゃねえね、サバシアだよ。今の投球数なら完封も夢じゃない。キーボーに投げる。そういう邪念があると打たれるぞ。てん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 。インコース低めにスライダー。ストライク。ツーストライク、これで追い込んだでよ。さてこの小魚ちゃんをどう料理しちゃいましょうか。怖い。外角高めのストレート、それか内角高めのストレートとか。ランボール、ツーストライク。外角高めのストレート。おお、必殺高めのストレート。お主ただもんじゃないなぁ。どう料理します。そうだな、オリーブオイルで炒めてバジルと合わせて、海鮮パスタ。ボルガの寿司か忘れてます。外角低めにスライダー。どーれ、小魚ちゃん餌に引っかからなかったなぁ。おのれー。ツーストライクと追い込んだのにー。どうします。なかなか選球眼がいいな。ここは速球系のボールで攻めよう。内角、それとも内角。ここはズバッと内角をえぐる。インコースフォーシーム。どーれ。スリーボール、ツーストライクになってしまった。追い込んだつもりが追い込まれてしまった。さかしさくに戻れる。やかましい。小魚なかなかやるなぁ。しぶとい方が美味しいのだぁ。くらえぇ。あーれ。ほんらぁ。なかなか粘りますねぇ。お主ただの小魚ではないなぁ。内角、外角ともについてきてますねぇ。ここは、忍耐だなぁ。インコース高めフォーシーム。あーれ。
惜しくも饅頭妨害ですね。饅頭と一緒にするな。ここで抑えてこそのエース、苦難に打ち勝ってこそ栄光が訪れる。内角低めにスライダー。勝負。空振り。スコアリズバッターアウト。おやお前はもう死んでいる。さばきがありますよ。いやー思わず叫んでしまった。まだ、ツーアウトですよ。いかんいかん、もう試合終了の気分だった。しっかりしてください。あいよー、あと最後の料理は、長打力あるバッターです。さばきをつけて。あいよー。深く高めストレート。空振りー。よし、早めに追い込むぞ。なんで早めに追い込むんです。理由は3つある。3つ。ピッチャー有利カウントにすることと、投球数を節約するためなんだ。ノーボールアンストライク。空振りー。有利カウントにすることと投球数。メジャーリーグでは初球からガンガン攻めてくる。ガンガン。遊び球などほとんど使わない。早めに追い込んで有利なカウントでバッターを料理するのが王道だな。オールボール、オールボール、オールボール。ボーリー追い込みましたね。外角に落としてみるか。外角低めにすくむ。ボーレ。引っかからなかったな。まだ2球際どいコースへ投げられる。外へ緩い球、その後は内角セーブ。内角高めにフォーシーム。三振。スコライズバッターアウト。2打連続三振。得点取ってもらった後に完璧に抑えた。これは大きいな。勢いはヤンキースだぜ、ベイビー。ベイビー。ヤンキース有利なまま6回へ続く。6回の裏ヤンキースの攻撃、現在2対0、ヤンキース追加点なるか。バッターは5番のソリアーノ。今日のゲームに三振、初球高めの甘い球を狙う。行ったかー。入ったー。ホームラン。この追加点大きいな。高めの速球を見逃さなかったのが良かったな。素晴らしいホームランをもう一度。カキーン、一発かんたろう。そのネタはそうでないと赤がない。あと2回抑えれば勝利だな。ワンアウト、ランナーなしからお届けします。少し負けてない。大丈夫、まだ、たまにキレがあるぜよ。内角低めに不走チーム。ファール。ほら、まだストレートに振り遅れているぞ。ここは攻めの気持ちを忘れずに。内角低めにスライダー。ボール。外れたか。早めにツーストライクにしたい。この回が踏ん張り時だな。念のため、ブルペンピッチャーも準備しておこう。内角高めにフォーシーム。空振り。内角高めにストレートが食い込んだぜよ。これで、ワンボールツーストライク。内角へ速球系のスライダー、フォーシーム、内を強気に攻めて、外側に抜いたボールでタイミングをずらしてみるぜよ。内角低めにシンカー。オーボールについてきたな。やるなぁ。内に3つ、外に誘い球。次、どうします。ここは、今まで投げてない配球で勝負じゃ。初トライ。外角高めにスライダー。ファール。外角高めのスライダー。簡単にカットされてしまった。これで、四角すべて投げたね。ネタ切れかー。まだまだー。諦めたらそこで試合終了ですよ。わかっとるわい。なんだ今の天の声は。おのれ勝負。内角低めにすくむ。見逃し三振。バッターアウト。
見たー、今のスクリュー。ドラゴンズのエース今中のカーブみたい。その例えは、そんなんまでじゃないと仲がないよー。話は変わって、探しはまだ一案がピッチング。ふっふっふっふー。配球の、妙、だな、配球の組み立てが美しければ、完封も夢じゃない。配球は美しい。外角低めにフォーシーム。空振り。よし、ワンストライク。ここは一気に追い込むぞー。油断は禁物。外めのボールでカウント稼ごう。うーむ。外角低めにフォーシーム。三塁線抜けたー。あれツーアウト一塁。なんか、良くない流れだなー。メジャーの選手は打ち出したら、手がつけられなくなるー。ちょっとしたきっかけで、大量失点になった試合を何度も見たことがあるー。ちょっと、油断したなー。外角のフォーシーム、ボールに2個分真ん中に入ってしまったー。油断禁物、油断禁物。次のバッターは慎重に、初球の入り方が重要だなー。ストライクが取れて甘めにいかないボールは、スライダー。打たれそうー。決めたー。内角高めにフォーシーム。空振りー。おっしゃー。次の球も確実にー。さっきに球目打たれたぞー。シャッツアップー。ここは必殺。外角低めにチェンジアップー。空振りー。おー、これで、ノーボール、ツーストライク。ここからはストライクゾーンギリギリを。まだ、外角高めのフォーシームで三振取ったことないんだよ。外角高めにフォーシーム。ボール、振ってこないですね。外角高めのフォーシームは、今後の宿題だな。外側に速球系もあとはどうする。内角低めにチェンジアップー。今日のゲームで投げてないから怖いな。外角低めにスクリュー。ボール。うらー、良いコースアンパイア取ってよー。惜しい惜しい。そういえばサバシア投球数。大丈夫。まだ99まだいけるー。内角高めにフォーシーム。三振。バッターアウトー。よっしゃー。最後はクロスファイヤー。バッターズよりだってるよー。8回乗り切ったぜよ。この回抑えたのは大きいなー。ドキドキした回だったねー。この回を抑えればポストシーズン、一勝。初戦の勝利は大きいからな、6割の確率で1回戦突破できる。確率上はねえ。まずは初球。内角高めフォーシーム。次。おっしゃー。早めにストライクカウントで追い込みたいー。ピッチャーの鉄則は、回の最初の打者は出塁させないこと。どうして出塁させちゃいけないの？点数を取られる確率が格段に上がるんだ。ストライクカウント取りやすいボールで。内角高めフォーシーム。空振り。よし、追い込んだ。これでピッチャー有利に配球できるぜよ。有利有利。ノーボール2ストライク。これでストライクゾーンギリギリを3つ狙えるぜ。まずは無難に引っ掛けボールで。内角低めにチェンジアップ。サーブ。おお、うまくついてきたな。まだまだ有利の楽しむぜ。次もストライクゾーンギリギリを狙うぞ。ストライクゾーンギリギリって。ストライクとボールの境界線だな。今回はさらにボール半個分内側へ投げるよ。内角低めにフォーシーム。ボール。内角ストライクゾーンにボール1個分中に入ったな。ボール半個分なら、勝負できたんだけど。勝負って。打者が反応してファールか三振できたかも。惜しい惜しい。打者とピッシャーってボール半個分の、ギリギリの戦いだよね。その差が勝負を決める。外角低めにチェンジアップ。サーブ。おお、外角ギリギリのボールに食らいついたな。粘る粘る。次は勝負球だよ。得意のボールで勝負。内角高めフォーシーム。
ボーレ、外れた。ちょっとビビって内角高めにボール1個分、外側へ投げてしまった。内角高めは、勝負球だけど、ハイリスクハイリターンコースだからな。弱気弱気。弱気じゃない身長と言ってほしい。内角低めにスライダー。ちょっとスライダー甘かったかな。危なかったね。ファールしてくれて助かったよ。変化球は低めを心がけないと、ボールに球威がないから長打になる可能性が高いからな。注意注意。外角へフォーシーム。おお、うまくカットしたな。外角のボールゾーンだったな。メジャーでは外角外めも振ってくるからな。内角低めにチェンジアップ。ファーストライナー。内角低めギリギリのチェンジアップを、打者は内角を狙っていたな。ボール半個分中に入っていたら、長打になっていた可能性があるね。ナイスティーナイスティー。サバシアの投球数が100球超えたな。そろそろ限界。いやーまだたまに球威があるし、投球のリズムがいいから続投だ。内角高めフォーシーム。ストライク。フォーシーム速度は落ちてるけど、球威はあるね。いけるいける。あと二人あと二人。集中して1球1球丁寧に。早めに追い込んでと。内角低めにシンカー。空振り。両手追い込んだ。甘めだったけど、打者がストレート系狙っていたから大丈夫さ。さあこれで追い込んだ。ボール1個分内角へ誘い球。内角低めにスクヌボール。ボール半個分外れたな。2球緩めのボールを投げたから高めに速球で空振りを狙おう。高めにフォーシーム。おお、振り遅れているな。サバシアの速球はまだまだ球威があるね。119超えたけど、いけるいける。頑張れー、サバシア。外角低めにスクヌ。ファーレー。打者も粘るねー。打者との駆け引きがピッチングの醍醐味だな。外角に落ちるボールで打者の目線を低めにしておいてと。次こそ、勝負。内角にフォーシーム。ストライク。バッターアウト。おやー、渾身の内角フォーシーム。内角ストレートで見送り三振って気持ちいい。これだからピッチングはやめられない。かっこいい。さあいよいよ9回2アウト。あと1人抑えれば勝利。この試合は投げ抜いてチームに勢いを。エースの名誉をかけて勝負。積極的にストライク先行の配球を。完封まであと1つ。メジャーポストシーズンであと1つで試合終了の時に急に流れが変わって逆転されることもあるから、慎重に冷静に。冷静冷静。高めにフォーシーム。ボーレ。微妙に高めに外れたな。ここは強気にストレート系で攻めていくぞ。細かいコントロールより球威で押しまくろう。内角低めにフォーシーム。ストライク。低めのフォーシームもまだボールに伸びがあるぞ。この打者にはフォーシームで押して行こう。内角へフォーシーム。ボール。ちょっと外に外れたな。ツーボールワンストライク。ボール先行してしまった。次のボールが大事だな。打者も狙ってくるだような。内角へフォーシーム。ファーレ。これで2ボール2ストライク。4球連続フォーシーム。いつもの配球だと変化球だけど、相手裏を変えているのさ。そろそろ変化球と見せかけて。内角低めにフォーシーム。スリーボール、ツーストライク。フルカウント。投球数も119超えたし、次の打者を抑える体力はもうない。次のボールで勝負だ。内角高めフォーシーム。三振。バッターアウト。おー。サバシア完封。
ポストシーズンヤンキース一勝。いやあ、サバシアすごかったなぁ。9回を投げ切って完封。三振24、フォアボール0、ヒットはわずか2本。最高のピッチングだったね。攻撃も少ないチャンスで打線が繋がったし。やったね。今日のヒーローインタビューは、もちろんサバシアだろう。サバシアの雄姿をハイライト。次の試合はポストシーズン第2戦。ヤンキース先発は男気黒田博樹。黒田、インディアンス相手にどういうピッチングをするのか。楽しみ楽しみ。